神原大関は、新潟県三条市、一級河川、品野川本流下流部に建設された席である。国土交通省北陸地方整備局が管理を行う、国土交通省直轄ダムである。中野口川との分流部に中野口川水門とともに建設され1984年に完成した。品野川下流部の洪水調節と中野口川の 流量を維持し、沿岸農地への灌溉用水供給を安定化させる、不特定利水、及び山上市への浄水道供給を目的としている。多目的ではあるが特定多目的ダムではない。神原地域は、近世以降、多くの異性者によって、河川改修が行われた。端所となるのは1597年、越後春日山城守上杉継承による、河川改修である。 この人頭指揮を取ったのが失政である、なおえ金ねである。円山城付近の洪水調節と上杉軍の拠点施設を水害から守るため、信濃川から中野口川を掘削、分流させた。江戸時代、長岡藩九代藩主、牧野忠清は、貫原平野の悪水を日本海に排出する大工事を手掛け、この地域は国葬地帯に変貌。人口も次第に増えていった。 だが、大雨が降るたびに、洪水被害を受ける水害常習地帯であること、滑水時には中野口川の流水が品野川に流出し、灌漑や水運に影響を及ぼしていた。このため、根本的な洪水調節と安定した流水維持が課題となった。1961年の洪水で、白根市などが被害を受けたのを機に、建設省は、 沿山上地域の河川整備を強化しようとした。だが、中野口川沿岸は人口密集地帯であったため堤防の引き包みなどは住民の移転が多くなるため不可能であった。また、中野口川の水量維持も行う上で総合的な整備を行う必要があったため、品濃川、中野口川分流点に堰、水門を建設する計画に着手した。 1973年より中野口川水門の建設に着手。1978年に完成した後に、カンバラ大関が同年より建設に着手され、1984年に完成した。関の目的は、洪水調節、中野口川への正常な流量の維持、灌溉、上水道と多目的である。これにより、洪水による中洲地帯への浸水の防止と、 滑水時の中野口川水量減少を防止することが可能となり、農業用水、神原地域の水道供給が強化された。神原大関と中野口川水門管理橋として、橋長332メートルの番桁橋である、神原大橋が併設されている。ありがとうございます。